どうも、ゆっくり霊夢格好プヌシです。マリサだぜ。前回から新シリーズ、朝倉家編のスタート。大名を総敵に変更して始めたんだぜ。序盤はさすがの朝倉家、兵力が多いから結構順調に勢力拡大できたよ。難易度星3だったが斎藤家とも同盟を組めて今のところすこぶる順調なんだぜ。このまま何事もなく順調であってくれ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は鳥越城制圧して終わったんだったな。金沢ごぼうは畠山家に先導入れられてボロボロ。攻略目標に設定してるしそのまま畠山家が制圧していきそうなんだぜ。機内の本願寺家がまだ残ってるからラストワンでもないし畠山家が制圧した後魚振っていくよ。そして織田家も長島城目標にしてそうだな。できるだけ早い段階で織田家は潰していきたいんだよね。てか信長さん元服前に滅ぼしたら忠誠赤じゃなく来るのかな。どうなんだろう。その状態になったことがないからわからないな。斎藤家の援軍確認中。織田家と同盟関係じゃないから援軍要請できるのか。まあでも援軍要請はもう少し後かな。結局朝倉家も上杉家と同じで横に間延びしちゃってるから厚みをつけたいんだよね。じゃないと結局制圧して前線上げたとしても維持ができないからな。だから今回からは周辺の制圧できそうなところを制圧していってさらに厚みをつけていこうと思う。織田家もでかくなる前に潰さないとだいぶ脅威になるしな。それじゃあまずは兵力回復しながら畠山家が金沢ごぼう制圧するの待とうか。お、早速出陣したな。これからの目標は金沢ごぼうを制圧して神保受け取隣接、従属できるなら従属させてできなければ滅ぼしていこうと思う。七尾城もついでに攻めれたらいいんだけど、めちゃ耐久値高いからできれば従属で終わらせたい。距離もあるし時間かかるからな。畠山家が制圧して本陣部隊が起乗する前に交戦できるようにタイミング見計らって出陣していこうと思う。多分こんなもんかなと思って出陣させたけどタイミングバッチリだ。バッチリすぎて怖いな。これが食用病というやつか。毎日やってれば感覚もある程度は分かってくるよね。てか思ったより本陣武将強いんだが、毎日やってても武将は覚えれない模様。能力底上げされてるのかと思ったら素で強かったわ。寿命なしだしこれは畠山家も吸収したいところ。影明さん無双。これで速攻で金沢ごぼう魚触れるね。畠山家はたまったもんじゃないだろうがな。この城を制したは我らよ。金沢ごぼう制圧。動揺なし。さすがにあのスピードでは武将配置する暇もなかったようだ。さあ神保家は従属できるかな。残念。なら滅ぼしていこうか。ただ悩ましいのは三木家。気温上耐久値七尾城並みに高いから城攻めも難しいんだぜ。ご命令を下され。日数は気温上80日、増山城は90日。軍制圧の関係で若干増山城の方が遠いのか。でも気温上攻めようにも斎藤家から援軍もらったとして攻め落とせない気がする。結局一方通行だからな。だったら増山城制圧してから街道封鎖狙って攻める方が現実的かもしれない。それならついでに神保家も滅ぼせるし、畠山家も同様状態だから防衛も心配することもないしな。よし、ならそれで進めていこう。兵力調整して出陣ずっとしてるから起乗したらすぐに出陣できるのが強いところ。合流部隊も絶妙に分散させてるからちょうど回復が間に合ってるんだよな。今のところ忙しく出陣してるのは混乱係の影明さんくらいかな。混乱係だから最悪兵力少なくてもいいから兵糧無視できるのは強いんだがな。神保家は国衆合わせて4部隊がすでに増山城に到着。城主部隊合わせて5部隊だな。さすがに不利になりそうだからこちらも5部隊にして戦おうと思う。本陣の軍開発もほぼ終了したよ。あとは建築と開発進めていくだけなんだぜ。組頭が絶望的にいないから手動で開発しないとダメな状況が辛い。なんとしても神保家吸収しなくては。増山城の戦い。本陣部隊の兵力が多いから周辺では常に優勢取れそうだ。相手も国衆多めだしこれは余裕かな。他も能力は高くないしな。ギミックなしマップだったけど敵部隊が退路守らなかったからそのまま優勢勝ち。戦ったのは国衆とだけなんだぜ。
我らが勝利は鳴り響くであろうぜ。結構広いね。まさか、まさか。これで一気に増山城制圧できるな。てか兵力多めに出陣してるから分散させたら富山城まで狙えるんじゃないかな。後方部隊富山城に向かわせてみるか。最悪ダメでも兵力ゼロだから増山城はすぐに制圧だろうし合流できるからな。コメント見るの忘れた。十分足りるみたいだ。てか上杉家海渡ってきてるじゃん。これ早い段階で隣接するかもしれないな。もう片方で上杉家使ってるから強さ十分知ってるからマジで戦いたくないんだけど。畠山家従属できたらもしかしたら止まるかもしれないな。海渡ってきてる時点で止まる気がしないんだけど。ならば同盟って思ったけど斎藤家と浅井家と同盟組んでるから周辺ほとんど敵地だった。これは上杉家と隣接前に織田家かどこか強いところ吸収して戦力確保しておく必要がありそうだ。うまくいったわい。増山城制圧、兵力なかったから瞬殺だったな。お断りよ。城攻め、うまくいったわい。富山城制圧、合戦で被害出してなかったが同様状態で回復が遅かったから戦うことなく制圧できたな。能力的にはほどほどのバランス型ばっかり。バランス型も城主では使いやすいからありがたいんだけどな。維新ボーナスゲット。見つけ攻め考えてたんだけど、よく考えたら武田家と隣接間近だから九州まで行けないし、それなら六角家攻めようかと思ってるんだよね。斎藤家の援軍もかなり多くもらえるしな。それに観音寺城が本陣で防衛拠点だし、斎藤家、浅井家から援軍もらって攻めれば甲状戦も勝てるんじゃないかと思って。この範囲なら甲状威風一発で滅びそうだな。モブ領主多めだし兵力多いけどいけそうな予感。敵はよく城を奪う。よし、観音寺城で甲状戦するためにまずは沢山城制圧していこうか。織田家とも隣接するが、これは斎藤家の援軍ももらえるし、今なら織田家にも兵力差で勝てそうだ。まだ本陣から終わりも近いからね。将軍の仲介回避するために将軍ところも攻めてるんだぜ。結構敵部隊出てきた。これ城主部隊合わせたら威風中になりそうだな。でも威風弱でも全然制圧までいけるし、どの道観音寺城でブロックされるからどっちでもいいんだけどね。なら弱でリスクなく勝利目指す方がいいかもしれないな。沢山城の戦い、これなら威風中目指した方が良かったんじゃ。本陣部隊が敵参戦してないんだけど、兵力めっちゃ多いから回避したんだよね。こっちも兵力多いが総敵だけ多くて、あとはそこまで多くもないしな。でも能力的にはこちらの方が上かな。あとはマップ次第だな。勝てるには勝てるだろうけど被害がどうなるか。コブマップ苦手。作戦的には左総敵さんが退路まで突っ切る作戦だよ。右はどうするんだ。混乱持ちに部隊いるし、混乱と他要所制圧終わった部隊で粘ってもらう予定。喜ばしいですな。総敵さん援護なしでも一気に削ってる。弓の援護必要かと思ったがそうでもなさそうだ。敵部隊もほぼ全部右の退路に向かってるし、光線もこちらで調整できそうだ。持って行け。ギリギリ総敵さんのところ敵部隊が間に合ってしまった。でも他はガラ空き。このまま退路で粘りながら優勢勝ち目指していくんだぜ。そのまま退路潰して勝利。総敵の一点突破が強かったな。敵部隊も分散せずに右の退路に集結してたしね。我らが勝利は鳴り響くであろうぜ。ありえぬ。なんたることよ。本陣部隊吹き飛ぶかと思ったのに飛ばなかったのか。まあ合戦で処理できるがな。うまくいったわい。沢山城制圧、軍制圧してる途中で制圧できたな。縛り上げよ。こっちに向かってきてるし合戦で処理しよう。国シュートだけ戦闘して、あとは退路はめ。
てかこれ思ったんだけど、わざわざ観音寺城で攻城戦しなくても今制圧していって本陣を日野城とか別の城に変えた方が楽に攻城戦進めれるんじゃないかな。確かに兵力多いの観音寺城だけだし、それはあるかも。兵糧も結構あるし、いけないかな。いざ勇敢。コメントはいけそうだな。やばかったらすぐに沢山城に帰れるし、やっていこうか。あ、織田家が攻めていったな。その可能性をすっかり忘れていた。これは六角家切り取り合戦始まりそうだ。今織田家が兵力使ってくれる分にはありがたいといえばありがたいんだけど。てか浅井家なんか向かってるなと思ったら六角家と同盟関係だったのか。なら結局外交したところで観音寺城への援軍はもらえなかったな。貯めたポイントは織田家攻めの時に援軍頼もうか。ひたすら攻めてるけど絶妙すぎる。兵糧切れてるし壊滅しそう。沢山城から援軍もらってとどめさせてもらおうか。あ、やべ、壊滅しちゃったら同様状態になる。3ヶ月間強制休養。なんかちらっと斉藤家が織田家に攻めてるの見えたんだけど、これはまさかの織田家も切り取り合戦なるか。この城は我らが頂戴した。観音寺城制圧。敵将取り押さえたり。お断りだ。本陣は予想通り日野城になったけど、織田家がどうなるかどうか。斉藤家が本当に攻めてるのなら防衛に徹するかもしれないな。それでも日野城のキープは保険でしておく必要がありそうだ。最後に兵力確認。北条家に食いついていってるのか。従属勢力も多いし、もうちょっとプラスが実質はされてるよ。次回は終わりで織田家切り取り戦が斉藤家と繰り広げられそうだ。その先には徳川家もいるし、前線維持できないとしても戦力補強したい勢力が多いな。きっちりそのためにも六角家取り切らないとね。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。